はい、えー、川崎幼稚園で痛ましい事件が起きまして、えー、そしてですね、記者会見が行われたんですけども、今回のその記者会見の内容が非常にひどい。こんなことでね、私たちは何を教訓にすればいいのかなと思ってしまいます。えー、今回はその内容に対して、いろいろとね、私の勝手な、あ感情を動画にしてるんですけども、あの別に命で償いとまでは言いません。確かにね。 あのやることあるでしょう。園長先生。それから園の関係者の方やることあると思います。ただやっぱりその前に、しっかりと批判を受け止める。その中から謝罪と改善案を、ちゃんとね、作っていって、二度と起きないようにするために、これはね、やっぱりこう、当事者たる人が最も発信力があると思うんですよ。うん。だから当事者だからこそ、やってしまった側の立場だからこそ、 全ての幼稚園、保育園に呼びかけたいっていう風なね、心からのメッセージを期待します。できることってそのぐらいじゃないですかね。これからも事故は起きるでしょうけども、でも、事故を起こしてしまったからもう起こさないでくれという風なことが言える、その立場にあるのは川崎幼稚園の職員、その他、園長、副園長、関係者の方じゃないかなと思います。少なくとも、今回の記者会見のような態度では、それは次につながりません。ただなる、火に油を注ぐだけ。 でそれこそね、脅迫されたりとかね、関係ない人が個人攻撃したりっていうところまで広がってしまうんじゃないかなと思います。私もそれは望みません。ただ、こんな記者会見ではですね、そういった善意の復讐犯が出てこないとも限らないので、もう一回記者会見をやった方がいいんじゃないかなと思います。それでは画面切り替えていきますんで、心穏やかにどうぞ。えー、それではですね、まあ、私の言うこともあるんですけども、一つのまとめのブログを見ながら、 えー、今回の川崎幼稚園の事件、その振り返りを見ていきましょう。もうタイトルからしてね、私の気持ちを代弁しているような形なんですけども、川崎幼稚園の会見がひどすぎて大炎上、えー、増田達吉園長と副園長の態度や質問の問題点まとめということがあります。まあ大体謝罪会見すると、謝罪した内容に対して色々と叱られるもんではあると思いますけども、それにしてもね、ひどい。 こんなんなで何か謝罪の誠意が伝わるんでしょうかと思うばかりでございますはい行ってみましょう2022年9月7日に静岡県の川崎幼稚園で菅生と千奈ちゃんをバスに置き去りにして熱射病で死亡させた死亡させた事故,事故ですね事件幼稚園が会見を開いたとこの会見ライブで見ているのですがえー、園長と副園長が会見をして 態度や内臓がひどくて見ていて腹が立ってきましたと。まだ会見が1時間を超えて続いていますが、この死亡事故を起こした園長は言い訳ばかりで逆言する場面もあり,ありましたね。こんな大変なことを起こしているのに、あまりにも他人事っぽくてムカマくしてきます。私が会場にいたらね、これはね、立ち上がって詰め寄っているか殴りかかっているところですね。この園長がバスを運転していなければこんなことに は起こらなかったのでもっっっとと誠意をてて質疑応答すすればよいのにと思ってますもうなんかね、ぼんやりしてるんですよね。で、また、年のせいにでもするんですよ、そのうちいや。腹が立ちますね。えー、川本千奈ちゃんのバス置き去り死亡の川崎幼稚園の会見がひどいと。えっ、ー、と、こういうふうにも書いてます。どいつもこいつも何笑ってんだよ。そうなん皆さんで、ね、笑ってるんですよ。記者会見望む、園長、副園長、弁護士。ね。 女の子の名前を間違えす。くずか。あ、ちょっと映っちゃいました。すいません。えー、この会見、深い入りでしかないと。午前の保護者説明会、動画が飛び交ったり、救急搬送されるのを納得できるわと。他人事みたいに話すなと。いや、無責任ですね。だ無責任だからこういう事件が起きたんだと思いますけども、弁護士さんもね、あの、依頼が来て儲かってるんでしょ喜んでますね。えー、2022年9月5日に起こった幼稚園の バス置き去りによる死亡事故亡くなった川本千奈ちゃん3歳の死因は熱射病と、うん、だんだん状況が変わってきたんですけども6名の園児を乗せて2人の職員がいたわけですよそれで置き去り気づかないっていうのはねこれわざとやったとしかね思えないですねえー、報道では千奈ちゃんは水筒の水を飲み干し上半身裸になっていったということで想像すると本当にかわいそうで仕方がないですね 暑くって服脱いだんでしょうね暑くってお水を飲んだんでしょうでもこんなお水じゃ足りないですよね蒸し風呂ですよサウナだって5分入ったら根を上げる出たらねパーッとビール飲みたくなるわけじゃないですかひどい話ですよね私も子どもがいて幼稚園のエンバスを利用してきたので朝バスに乗せたことがそんなことになってしまったと思うと本当に辛いですねと親御さんの気持ちを考えると本当に辛いですと。 でこういういツイートも入ってますねこの川崎幼稚園ひどいなと理事長は申し訳ないって感じじゃない何が起きたのか分かってるのって印象副園長もカンペ読むだけでそうそうなんか文章読んでるだけなんですよこの人もしょうがないからやるかみたいな感じでしか見えないですね何言いたいのか分からないただの事務的な説明しかも何も伝わらない聞きにくいそりゃ保護者説明会で怒り狂って呼吸困難で倒れるわとなってます えー、で杉本副園長何言ってるかわからないダラダラだわえっと、っとかなとか最低な記者会見ほんとそうですよ他人事で事の重大さも全く理解していないこの保育園に通う園児は全く関係ないのに十字架はずっと残っていくそうここに通っていた他の園児さんもこのことをねずっと思いをトラウマのように抱えながら生きていかなくてはならないんですよね ええと、こんなところでまとめられてます。園長の態度が全く他人事で態度が悪い。園長が頭を下げただけでちゃんとした謝罪な言葉がない。園長らが笑う場面がたびたびあった。園長が眠そうで、ええー、も、ま、う、なんて感じだろうこれ。まあなんか、ダメ。<laughs> すみません、読めませんでした。園長が逆にする。睡眠不足慣れていないなど。そう、こんなこと言ってましたね。園長の声がマスクで聞こえない。 園確認アプリの説明に終始ししてて自分たちののの確認ミス言い訳してい訳るアプリのせいにしようとしてるんでしょうかねきっと千奈ち,ちゃんの名前すら園長は間違って千奈ちゃんと呼ぶああだから普段からコミュニケーション取れていなかったというか軽視してたんでしょうね園児さんのことをね園長が子供一人一人を把握していない質問の答えにはまともに答えられていない弁護士がちょくちょく口を挟んで回答を遮る弁護士役に立ってないですよこの人弁護をするのはいいんですけどもね 本当に弁護するなよだよ、ね、でもで弁護士も笑いながら喋ってるのが不快でした幼稚園側にも園長にも反省も声優も見えない見えないですねでこれですよ園児の確認は女性職員がするものと考えていたってあんたでも最終的な結果責任取る園長でしょこの人のせいなんですよこのおじいちゃんも働くなよなまさに老害を絵に描いたような感じですね 老害って言葉は私はね反対派なんですけどもね実はねお年を召した方には老益ね利益の益ですよ老益になっていただきたいしそういう風な目で見たいんですけどもなんでね幼い子が殺されて、まあ、こういった老人生き残るのかなっていう風に図になっちゃうんですよねこういう風なことをやるとだから老人一括りに老害だっていう風に呼ばれちゃうんですようんえー、園長は紙を読み 頭を下げただけ質問にまともに答えられない被害女児の名前を間違える熱い車内でかわいそうあんたが閉じ込めたんだろう。本当だよねこの人が閉じ込めたんですよ、まあ、わざとと言ってもいいレベルで閉じ込めたんだと見えてしまいますねわざとでなければ過失とも言えないですよね怠慢ですよねやるべきことをやらないとそれは消極的な恋のまあ犯罪になるわけですよね うん、怖いですね。こんな人がだから生きてるわけですか、世の中には、うん。怖い、本当にね。どうなっちゃってるんでしょうか。まだまだありますけども、なんかこう、言葉が詰まるんで、この辺にしようかと思います。それでは画面を切り替えていきます。はい、じゃあ、これが事件のあった現場、川崎幼稚園です。え静岡県牧之原市、静波、静かなみと書いて、静波というもんですかね。 1398-2という住所が、これは簡単に出てきます。川崎幼稚園のありかっていうのは。で、川崎幼稚園の全域を見てみるに、ちょっとなんか色をつけて書きますけども、黄色で囲いますね。ここが幼稚園の、まあ、校舎とでも言えるところなんでしょうかね。で、ここがちょっとこう、凹んでるように見えます。ここはね。凹んでるように見えます。これ、後ほど動画で解説します。えそして、こちらの方が、あの、いわゆる、 お遊びするとこですね滑り台があったりとか広場だったりとかグラウンドがあったりとか、ね、子供たちにとっては楽しい楽しい公園みたいなとこですよ川崎幼稚園なかなかいい設備を整えていると思いますで、おそらくなんですけどもバスっていうのはこの道路からやってきてここをね、曲がって一旦こっちに入るんじゃないですかねこの中で旋回するなり並べるなりして子供たちが降りてねで。 えー、先に来たお子さんたちは遊具で遊ぶのかもしれませんけども、基本的には、じゃあ、校舎に入りましょうね、みたいな感じで、左右確認して安全確認して、こっちの方に来て、それぞれの学び屋に行くという形なんじゃないかなと思います。あちなみにこれはもしかしたら、ね、幼稚園じゃない別の施設かもしれませんね。わかりませんけども。でもその中でね、屋根のない、どっか正確にはわかりませんよ。グラウンド。 かどっかにバスの置き場があるんですよもしかしたらこっちの方かもしれませんここにも駐車場ありますんでね結構広い駐車場がありますであの園長さん理事長さんあの70代のおじいちゃんですけどもあの方は後ろの確認をしないと言ってましたね後ろの確認せずに悠々ゆうゆうと次はなんかお医者さんの病院のなんか約束があるからみたいな感じであお預かりした子供たちのことはね放置で。 自分のことを終始していたということじゃないかなと思います、まあ、ひどい話ですよねなんかこの解禁に反省のかけらもなかったように私は感じますよただ反省の関係ではなく,はなくてこれから責任を取らないといけないというねその責任のがらのための苦痛があったかもしれませんけどもお腹寝りになった方に対する心遣い気遣いではないというふうな そういう風に私は受け取っちゃったんですよ。もちろんね、なんかその、お亡くなりになった方の立場に立って、その、責任者に怒りを見つけるっていうね、バイアスがかかっていたというのも認識してるんですけども、それにしてもそれを差し引いても、何やっとんじゃと。うん、そんな甘っちょい記者会見で済ませる気かと。時間が来ましたんで、みたいなね。おそらく夕食にでも行きたかったんでしょう。うん まあ悪い感情ばかかり浮かんできますねじゃあちょっと画面切り替えて今度はね、えー、別の形でストリートビュー見ながらお話ししていこうと思いますではこれが川崎幼稚園ですね事件のあった現場ですけどもちょっとぐるっと見てみましょうあここにバスをちょっとだけ駐車するようなスペースみたいなのがありますねもしかしたら送迎の自家用車がこちらの近隣住民の 道路の邪魔にならないようにここにちょっと置くだけのためにこう凹ませてるのかもしれません。えっ、ー、と、どういうふうに動けばいいのかなこれこっち動けるのか。ずっと行くとですね。えっ、ー、と、園庭が見えますね。ここに。ちゃんと見えますか。あ、職員さんがちょっとちらっと映ってますけどもね。川崎幼稚園。んなんか、ね何なんとも言えないですね。こんな近くにですよ。 楽しく遊ぶとところがあったりとかね民家があるわけですよ。何人もの人がこのそばにいますよ。でも小さなお子さんの声っていうのは周りの騒音にかき消されそしてバスのその締め切った空間からはなかなか外にねいくら叩いても叫んでも声は届きにくいわけですよ。でおそらくですけどもこの2つの建物の 間にね、送迎バスはあったんでしょう。そんな間近でもしかしたら外の声は少しずつ車内に聞こえていたのかもしれません。いつか来てくれると信じていながら、ドアを叩き、水を飲んで、命が尽きる最後の時まで、うん。かわいそうにね。 まあちょっと表札がはっきり正面から見えませんけども、ここが川崎幼稚園ですね。車をこうやってつけてここで、降ろしたりしたんでしょうか。細かいことはわかりませんが、こっちに行けるのかなあ、ちょっとここからは入れないのかなあ、行けますね、うん。こっちはもうちょっといっぱいいっぱいですね。はい。 はいちょっと戻して戻しててですねここですよだから川崎幼稚園ここにあって園庭がこっちにあってこっちが校舎みたいなところでしょうか裏にはこうやって民家があって歯医者さんもあって本当にこう人がいっぱいいる環境ですよこれ車もいっぱい止まっててね。この中で 誰も気づかれずに小さな命が亡くなってしまいました。このクーラーの効いた部屋の中で職員さん、先生であ方はなんか働いていたんでしょうね。これ以上言っても仕方がないことですけども仕方がないでは済まされないですよね。あの例の記者会見も誠意と誠実に ことと書いいたたものだったと思いますし、まあ、会議に同席した弁護士さんも、まあ、ちょっとね私の印象から見るとヘラヘラしてて一言事みたいな感じでしたよなんか危機迫るものはなかったですし、まあ、副園長のあの女性もねなんかところころ笑いながら笑い声をあらげながらやってましたねで記者さんもああいうところなんで追及しないのかなとなんかね7回なんですよねあのやっぱりこう ご遺族の気持ちとかお亡くななりになったお子さんの気持ちとかに立場になってみるとねとてもじゃないけどあんな記者会見でお茶を濁するようなもんではないと思うんですがねひどい話ですな、ね、本当にええーはい、じゃあ今日はこの辺にしてきましょうか 嗯，对的。